私はからかわれても高田くんがいつも助けてくれるので平気です。ふっふん。ただいま。噂をすれば西村さん、未来の旦那が帰ってきたよ。ゆき子さん、からかわないでください。おやおや、からかわれても平気なんじゃなかったかにゃ。それは…お、来てたんだ西村さん。どうしたの？何が？いや、何がっていうか…ごめんごめん西村さん、可愛かったからついつい意地悪したくなっちゃった。もう…